こんにちは、山田です。引っ越します。っていうのは今住んでるところなんですけれども、Wi-Fi の調子がすごく悪くなってきちゃって、 Wi-Fi がないとさすがに YouTube しかり何もできなくなっちゃうので、今の状態だと。なので場所を移します。というのも今生活したら、ここ Airbnb なんですけれども、ここのオーナーさんがもう一つ別に家を持っていて、そちらも経営されていらっしゃるので、そちらの家にこれから今日は移っていきたいと思います。幸いなことに今まで1泊7ドルで生活させてもらってたんですけれども、そっちの方が家大きかったりだとか、条件とか良さそうなんですけれども、料金もそのままでいいよということなので、そちらにこれから移っていきたいと思います。今日はその移動の様子をこちらの動画に収めていきます。じゃあ行きましょう。ここの愛犬マックスですね。マックスは一緒に今日は行けないっぽいので、一回さよならです。マックス、またオーナー、マックス、またオーナー。結局ここのエアビーへ2ヶ月弱いたんですが、ついに移動です。ショSee you later, Edison! Bye bye! So, how is the new business going? Edison's new business. Oh, the app? The app. Put the app on the App Store on Wednesday, I think. Wednesday? Yeah. Oh.到着しました。到着到着。ブレナが開けてくれてます。と到着しました。でか。しばらくここには人がいなかったので、めっちゃ雑草が生えてる。Wow, that's huge. It's huge, yes.入りやっしゃー、かこの動画の最後にルームツアーをやっておしまいにしたいと思います。実はこれテイク2で、さっきルームツアー撮ってたんですけれども、なんかデータが消えちゃって、もう一回これ撮り直してます。まあ余談でした。じゃあ行きましょう。ここが玄関前、玄関前こうやって大きな庭になっていて、あっちの方まで続いてます。こっちまで家の敷地です。というわけで玄関ですね、入っていきましょう。まず入ってこんな風になってます。ここがリビングですね。今はトミーがなんかやってます。Go ahead. Thank you. Yeah, Brenna. Yeah, Brenna. No, you're on my camera. I am. You are. Oh my goodness. ね、ここがリビングですね。なんか変なテンションになりましたが、Brenna でしょ。Brenna が掃除してくれてる。もうリビングこんな感じ。めちゃくちゃ広い。一周しちゃったけど、ウォーターサーバーもあるし、いくつかゲームもありますね。さっきオーナーさんたちが夜ゲームしようって言ってくれました。こっちがキッチンです。めっちゃでかい冷蔵庫があり、キッチンも広い。すごいでしょ。でね、景色がめちゃくちゃいい、向こう側で。もう一度お伝えすると、今ここ1泊7ドルで泊めさせてもらってるから、もう、ね、めちゃくちゃありがたい。で、ここに洗濯機があるんだけど、使えるって言ってたから、使えるんだと思うけど、あとでやり方を教わらないと。ちょっとこっちの洗濯機は古めです。で、こっちにも部屋があるんだけれども、ここは使ってないので、特に映さず行こうかなと思います。なんか戻ってきて、今こっちリビングだったでしょ?その反対側に、ここに洗面所があって、この中も部屋になってます。オーナーさんとかがこの部屋使ってるので、中は映せません。で、ちなみにオーナーのエリソンです。こちらがオーナーさんが運営している組織、基金ですね。アウェイカンという名前でオーナーさんがやってます。1階はそのぐらいです。で、あとここから2階に上がっていくんですが、ここから2階の映像は、まだ先ほど撮ったやつがデータ消えずに残ってたので、もうそことガッチャンコくっつけたいと思います。じゃあこのままその2階のビデオにくっつけます。あと2階をお見せしたいと思います。まあ2階は部屋です、部屋。今階段上がってきて、こういうシェアスペースです。で、こっち側にこうやって部屋があるでしょ。ちょっとなんかベッドの部屋片付いてないけど、ウォークインのクローゼットみたいなのがあって、こういうバスルームね。かつてここにこういうシャワーがあってとかっていう感じ。これシャワー浴びたら下から丸見えですね。
いえ、掃除ですか。掃除おばさん。ありがたい。で、ここはね、なかなか景色のいい。じゃあ、多分夜はもっと綺麗なのと思う。あっちに見えてるのは全部家です。このエクアドルの首都キトにいるんですけど、結構こういう山の斜面ですね、斜面上に沿って家が並んでるような感じなので、ああいう風に見えます。まあ、ここだけでもベッド4つ。普段ここ Airbnb で貸し出してて、キャパシティが20人ぐらいって言ってました。20人ぐらい一気に泊まれるように。で、ここが水回り、水道があって、トイレがあって、お風呂はこういう感じで上からシャワーがあるような。さっきやったらお湯も出ましたね。あとお見せするところはね、もう基本的にこんな感じ。なぜかベッドの上をどこも散乱してるんだけれども、でも各部屋にこうやってバスルームが入ってます。これで全部だな。と、以上は簡単でしたが、こちらの家に移動してきました。もう僕らここオーナーさんとかと一緒に生活して最大でも5人なので、それにしてはもう有り余る大きさなんですけれども、しばらくはこちらで生活していきたいと思います。じゃあ今回の動画は以上です。今日は簡単ですがお引越し動画になりました。また引き続きここ南米のエクアドルに滞在していきたいと思います。She's like this. Look. Oh, I'm looking at you. Wow. カエルの卵みたいな感じ。These are really good. It's so good. They're so sweet. Yeah. Wow. Try it and let me know if you love it. If I love it? It looks like a brain. It does. It does. It tastes like a brain. No way. It's called granadilla.Granadilla. Yeah. Granadilla. And we also have a tree of this one up there. Oh, that's fine. We have tree tomato, blackberry. Oh. We have some kind of like red blackberries here. Nice. So are you growing? Yeah. Those. Wee! Looks like brain. It's like a brain. It's like opening Tommy head. Yeah. Like a brain. This is my brain. じゃあ以上です。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。